ミッグ -23 は、ソ連のミグ設計局が開発した、戦闘機。ミッグ -21 の後継機となり、アルチョム・ミコヤンが最後に手掛けた機体であった。北、大西洋条約機構の使用する NATO コードネームは、フロッガー A、B、E、G、K、C。1967年4月3日に初飛行した。また、ミッグ -27 は、 ミッグ -23 の発展型で、ソ連国内向けの戦闘爆撃機として開発された。主翼下に R-23 駐射艇ミサイル、胴体下に R-60 短射艇ミサイルを搭載した、ポーランド空軍のミッグ -23、MF 可変翼の駆動機構、東ドイツ空軍で使われた後に、ドイツ博物館航空分館へ収蔵された。 機体1960年代に、ミグとスホ医イ設計局が、エストール用、リフトエンジン搭載遊尾翼デルタ翼機と、可変翼機の製作を指示されたのが始まりである。ミグは、新型機を製作するにあたり、リフトエンジン2機を搭載する実験機23から31を1966年に製作し、この機体のデータを元にした、エストール機23から01と、 可変翼の23から11を同年に製作した。翌年の実験で23から01が機体重量と機内空間が有効に使用できないことや飛行時での不安定性があり、整備面でもこの方式が実用的でないことがわかると23から11が採用された。可変翼は胴体中央にある固定翼部外側に ピボット軸を取り付けて、その外側にある外翼部が、ピボット軸を回転軸として回転することで、交代角を変化させる仕組みとなっており、アメリカ合衆国の開発した F-111 戦闘攻撃機や F-14 戦闘機、ヨーロッパで共同開発された透明度攻撃機など1960年代後半から1970年代、 前半の軍用機に共通する特徴で、このような航空機は、可変翼機と呼ばれている。この時期の軍用機は敵に滑走路を破壊された場合の対処方法を重要視して設計されており、離着陸距離を短縮できる、可変翼機や滑走路を必要としない V トール、S トール機に大きな関心が集まっていた。可変翼は、 高速で飛行する際は翼を交代させて抵抗を減らし、離着陸や低速飛行の際は前に広げて揚力を大きくすることができるため、MIG-23 も可変交代翼の採用によって離着陸距離を短縮している。ただし F-14 の可変交代翼はさらに進歩しており、 後体角や後円フラップを自動コントロールにして空中格闘戦能力が大幅に向上していた。一方後体角を手動で制御する MIG-23 の前期型までは格闘戦能力の向上効果はなく MIG-23 の可変翼は SPK-1 システムを介して油圧により16から72度の範囲で後体角が変わるものであったが 戦闘時には主翼を45度の中間位置に固定させるようになっていた。しかし後期型の MIG-23MLD では戦闘時の交代角度は33度に変更され、交代角度制御こそ手動のままであるが、前円フラップは自動制御になり格闘性能を向上させている。主翼には後園にタンスキマフラップと上面にスポイラーを装備しており、 補助翼はなく、前者は前円フラップと連動して、空線フラップとして機能して、後者は後術の前誘導式の水平尾翼の組み合わせにより、機体のローリングの操縦を行う。尾翼は前円高体角65度の垂直尾翼と前円高体角57度の前誘導式の水平尾翼があり、胴体背部には垂直尾翼まで伸びるドーザルフィンが取り付けられている。 後部胴体中心線の仮面には、油圧により右側に折りたたまれる構造の大型のベントラルフィンが取り付けられており、離着陸時には、膠着装置と連動して作動する。また、水平尾翼下の後部胴体側面の左右にエアーブレーキを装備している。機種に搭載するレーダーは、初期の機体には、MIG-21 と同じ J バンドを使用する。 RP-22 サフィール21、可視完成レーダーを装備しており、最大捜索距離は 29km、目標の最大追跡距離は 19.3km の性能を持ち、全天候迎撃能力は制限されたものであったが、その後の機体には、同じく J バンドのパルスドップラーレーダーを使用した、サフィールに3 d 種を装備しており、 最大捜索距離は 80.4km、目標の最大追跡距離は 56.3km と大幅に性能が向上した。その後の発展型にはサフィール 23ML やルックダウンシュートダウン能力を付与したサフィール 23P などの能力向上系を装備している。武装は 胴体中心線に 23mm の GSH-23L 機関砲を装備しており、ハードポイントは、胴体中央仮面、主翼固定部、下辺翼に、並走パイロンを装備している。燃料容量は機内に4650から4700リットルを搭載でき、さらに最大で2370から2400リットルを増装に入れて搭載することができる。 ミッグ -23 は、本来、前線の制空権を確保するための前線戦闘機で、あるため、空中戦のみならずある程度の対地攻撃能力も持つよう設計されていた。ミッグ -23ML など、後期型では種別は多用と戦闘機に変更されている。また、特に対地攻撃を重視した派生型もあり、 そのうちソ連空軍向けに開発された機体は MIG-27 と呼ばれている。一方その輸出向けの機体の名称は MIG-23 のままであった。戦闘機型としては初期レーダー搭載型 MIG-21 同様のサプフィール21レーダーを搭載した初期生産型の MIG-23S。 本来のサプフィール23を搭載し1970年代にソ連空軍の主力となったミッグ -23M およびそのダウングレード輸出型のミッグ -23MS とワルシャワ条約機構向けの輸出型ミッグ -23MF 機体構造を全面的に見直しエンジンを換装した後期型のミッグ -23ML その防空軍向けの迎撃戦闘機型ミッグ -23P、それに準じた空軍向けのミッグ -23MLA、第四世代機に対応するための改良型ミッグ -23MLD と、その輸出型などがあり、戦闘爆撃機型には、輸出向けのミッグ -23BN、ソ連空軍向けのミッグ -27KMD 及び、 インド空軍向けのミッグ -27ML、その他練習機型の前機型ミッグ -23UB と後機型ミッグ -23UM などがある。艦上攻撃機型ミッグ -27 は量産されなかった。なお、攻撃機型ミッグ -23-27 シリーズの国内対抗機といえる機体に、 スマイナス17はいずれも前線偵察機としても使用されたが、ミッグマイナス23、27シリーズには偵察能力は付与されなかった。ミッグマイナス23は、ブルガリア、ルーマニア、ポーランド、チェコスロバキアといった東側諸国へ相当数が輸出され、その他にはアルジェリア、インドといったアジア、アフリカなどの非同盟諸国やキューバ、アンゴラといった社会主義、 共産主義諸国にも輸出された。中祖対立を起こしていた中華人民共和国は、同様に、ソ連と対立し始めたエジプトからミッグ -23 を入手して J-82 などの開発に役立てた。また、日本周辺では北朝鮮に約46機が配備されており、2003年3月にミッグ -299 から13とともに、 米軍偵察機 RC-135 を迎撃2009年4月5日に行われた北朝鮮によるミサイル発射実験の際に北朝鮮側のミッグ -23 が周囲を警戒、うち1機が原因不明で墜落した。2010年11月23日に発生した延別墓島砲撃事件においては北朝鮮側は砲撃直前に ミッグ -23 戦闘機5機を出動させ、紹介任務を行っていた。しかしながら、冷戦終結に伴う各国の予算逼迫と、経年劣化によりミッグ -23 の多くはすでに退役しており、ヨーロッパでは2002年10月のブルガリア空軍からのミッグ -23MLA、23 MLD、UB の退役を最後に姿を消した。これら多くの国で、 ミッグ -23、27の退役が進む一方、2005年になってアンゴラはロシアに対し自国のミッグ -23 を能力向上型のミッグ -23 から98に回収する契約を結んでおり、2007年現在、実際に回収されたとされる機体の写真が公表されている。また、リビアのミッグ -23MLA も、 ウクライナでオーバーホールを受けている。今後民主共和国では、新規に中古の複座型が導入されている。コートジボワールでは、フランス軍によって破壊された同国のスマイナス -25UB の保管として、旧ブルガリア空軍機のミッグ -23MLD が輸入されている。ミッグ -23 は、対戦闘機戦闘においては、 使用国自体の体制的な問題もあり、西側製の戦闘機に多くの場合破れている。リビア空軍機をアメリカ海軍機が撃墜したことはアメリカ合衆国によって広く宣伝された。また、イスラエルも同様に自国の戦果を大きく宣伝しており、多数のミッグ -23 を撃墜し自らの損害はごくわずかであったとしている。 中東戦争やその後の消耗戦、イラン・イラク戦争及び湾岸戦争以降のイラクでも多くの機体が撃墜、破壊されたとされている。一方で、主翼が全身状態であれば、それなりに敏症であり、アンゴラではミラージュスリーやインパラとの至近距離程度と言われるの、ドッグファイトで後ろに回り込み、相手を撃墜している。実戦においてより大きな役割を果たしたのは、 攻撃機型で、インドやスリランカ、エチオピアなどでの働きが知られている。本機には、細かい NATO コードネームが付けられていた。詳しくはフロッガーを参照。MIG-23 のプロトタイプである23から11、可変翼試作戦闘機 MIG-23SMIG-23MMIG-23MF 前線戦,戦闘機として開発された。 ミッグ -27ML 戦闘爆撃機として開発された東ドイツ空軍のミッグ -23BN ミッグ -23MLA ミッグ -23MLD ミッグ -23MLD 23イスラエルの国籍マークをつけているのはイスラエルが捕獲したシリア空軍機であるため主として迎撃任務もこなせる 高規格の多目的戦闘機として開発された。ミッグ -23 シリーズの近代回収案として提示された派生型。ミッグ -23 及びミッグ -27 シリーズの運用国、地域。有名な機体ではあるが、メインの役割を果たすことはあまりなく、東側でもミッグ -21 やミッグ -25 よりも取り上げられることは少ない。ありがとうございます。